前半は、まあ、うまく入れんどいたんですけど、終了間際、自分たちが失点して成立してしまって、まあ、それで、ちょっと無理もして後半の、ね、望みを与えてしまったので、後半立ち上がり取れて 3-1 になればいいんですけど、逆に取られてしまってね、最後は、まあ、お互い打ち合いみたいな感じですが、決定力がなかったので、このまま2対1になりました。今消化不良というか、納得いかない試合ですが、まあ、シーズンの終わりというふうに考えると思いますが、我々はこの間の試合から J1 に向けての戦いをしなくてはいけないはずなので、そう思うと、非常に納得